ちょっとエロージョン森以来のね、森ちゃんのワクワクアイテムです。さあ、ちょっと待って、これすごい、これすごいよ。マグセーフ？今日目当てのやつがあって、モリーのスチームパンク、これをちょっと目当てに来ました。割と一か八かで来たんですけど、ありましたね。というわけで、お疲れ様です。バーナードです。さあ、帰ってきました。こちら、今回開封するのはモリーのシリーズですね。新しい最新のシリーズです。モリースチームパンクアニマルバイクシリーズ、今回は2ピース購入しました。そしてこちらね、まあ、見るからにこう箱が大きいのは分かると思うんですけども、こちらなんと、お値段1つ1980円です。いやー、なかなかなお値段ですよね。まあこのボリュームを考えたらね、まあ納得な感じなんですけども、とりあえず開けていきたいと思います。はい、ラインナップは、まあちょっと箱のデザインもね、結構独特な感じなんですよね。ラインナップはこんな感じで、ちょっと画像を出したいと思うんですけども、まあ、基本的に動物ですね。動物のモチーフのスチームパンクデザインで、バイクに乗っているようなモリーが主役となっております。というわけで開けていきたいと思います。シークレットはね、ワニさんでした。はい、シークレットもそんなデザインはね、そこまで変わらないので、まあ何が出てもいいかなという感じなんですけども、で、ね、今回その瞳の中のデザインがね、こう縦線が入ってたりとか、あとこうシンプルないつものモリーちゃんだったりっていうデザインがあるので、まあできれば2つね、ちょっと違うバリエーションの瞳のデザインのキャラクターが欲しいなと思うバーナードです。はい、というわけでアンボクシング開けていきたいと思います。さあ、じゃあもうこれ上からいっちゃいますか。大胆にいきますよ。よいしょ。ね、箱はね、もうやっぱこの開け方が一番ワクワクするんで、開けていきます。よいしょ。お、意外とでもちょっとちっちゃめな感じかな。あ、でも高さがあるんですね。フィギュアの高さがあります。さあ、どんな感じでしょうか。ちょっと楽しみですね。よっ、お、これだ。これかわいい。この時点でかわいいけど、あ、分離してるんだね、本体、モリーちゃん。さあ、じゃあこっちがバイクですよね。じゃじゃーん、おお、来た。さあ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 、こんな感じで、あれ、かぶり物だけ。ということはこっちにバイクが入ってると。すげえボリューム。このボリューム見てください。これすごくないですか。さあ、ちょっと開けていきたいと思います。バイクはパッケージされてますね。こういう感じでしっかりと包まれてる感じです。うわー、この世界観やばいね。あ、しかもちゃんとバイク稼働するんですね。これは知らなかった。これはこのお値段納得の一品ですね。しっかり稼働するんですね、バイク。いやー、これはすごい。さあ、そしてちょっといろいろ組み立てが必要そうなので、どんどんやっていきます。あ、これはあれですね、バイクのタイヤをセットするためのパーツですね。後ろかな、こっちかな。いや、ちょっとやっていきましょう。はい、こちらがかぶり物ですね。こんな感じ。そしてカードもちょっと見ていきましょうか。カードちっちゃめ、こんな感じですね。かわいい、かわいいし、かっこいいですね。シープですね、羊ちゃんでございました。いやー、ちょっとこのワクワク感半端ないな。いやー、ちょっとエロージョン森以来のね、森ちゃんのワクワクアイテムです。さあ、あ、
ちょっと待って、これすごい、これすごいよ、マグセーフ こちら磁力でくっつくようになってます。頭、この被り物はね、磁石の力でマグネットセーフ的な感じでくっつくんですね。これすごいっすね。いや、これだけでも可愛いけど、さあこれさらにね、バイクに乗っけちゃうんですよ。うーわー、これすごいぞ。さあ見てください、こちらです、バイクの森。やばいっすねこれ。うわー、いいなこれ、めちゃくちゃかっこいい。ちなみにこの今回のスチームパンクモリーなんですけど、デザイナーさんがね、日本の方とコラボしてて、鎌田浩二さんという方の、ま、デザインとコラボレーションっていうことですね。ちゃんとタイヤも回るんで稼働します。でスタンドがなくてもこのキャラクターに関しては自立してくれますね。いやー、これは傑作。これもっとね、みんなの手に渡って、まあちょっとね、価格がね、どうしても1980円っていう、かなりハードルは高いんですが、ちょっとスタンドにも乗っけてみましょう。うわ、もう完璧じゃないですか、これ。ちょっと価格はね、高めなんですけど、ぜひ1個でもね、これ、実物これ見てほしい、このボリュームと、この、もうめっちゃ精巧に作られたデザイン。これは買いですね。まあ何よりこの頭部のね、被り物が一番すごいですよね。細かく作られてて、羊のデザインなんですけど、まあ、これ磁力でくっつくという感じです。はい。とりあえず1個目は羊、シープの森でした。素晴らしいですね。さあそして今回はね、奮発してもう一個買ってますので、早速開けていきたいと思います。まあ、同じモリーのスチームパンク、上からいっちゃいます。大胆に開けましょう。よいしょ。まあ、こうなるとね、ちょっとシンプルなお顔のモリーが出たんで、ちょっとね、こう猫目みたいなデザインのモリーちゃんも出ると嬉しいかな。よいしょ。うー、ワクワクしますねこの瞬間。いやー、いきます。よいしょ。さあどんな子でしょうか。よっ、うわー、すごい。ちょっと待って、すがじゃん。あー、かわいい。あ、来た。そう、今回ね、このお顔のデザインがめっちゃ特徴的なんですよね、モリーちゃんの。このキツネの顔ですね。完全に目も猫科の動物の顔してます。そしてこれモリーちゃん単体だと飛んでますね。いや、かわいいぞこれ絶対。ちょっと作っていきましょうすごい若干これちょっとアンバランス感やばいですけど、かわいいですね。モスラみたいな感じになってます。飛んでるみたいな感じですね。いいね、すごいデザインですねこれ。いやー、傑作、もう名作っすねこれ。もう一個買ってもいいかも。そして、乗り物、まあ、一番大事なね、乗り物が出てきます。お、バイクですね。まあ、もちろん全部バイクではあるんですけど、その動物によって乗り物のデザインも変わってきます。あ、ちなみにこちらはですね、サーバルキャットでした。サーバルキャット。めっちゃ可愛い。いいよ、いいよ。で、乗り物はこのようなデザインです。ちょっとこう平たいバイク、前輪が大きいタイプのバイクですね。いやー、かわいいな。そしてこれにサーバルキャットモリーちゃんを、あ、すごい、これもちゃんと固定されるように磁力が働いてますね。この部分に、お尻のあたりにこうスポッと入るようになってます。なので、まあさすがにね、フリフリしちゃうと落ちちゃうんですけど、この状態で結構動いても落ちないようにはなってますね。見てください、これやばすぎる。ちょっと
ちょっと3月のポップマート早速傑作が出ちゃったかもしれないですね。いや、このボリュームですよ。なんかちょっと帽子外しても可愛いですね。帽子かぶ外しても全然可愛いんですけど、まあ、何よりやっぱこのボリュームたっぷりな帽子、このボリュームですよ。これすごいですね。飛んでる、もうなんかすごい、こんな乗り方してたらね、怒られちゃうと思うんですけど、いやー素晴らしいな。ほんと名作ですね、今回の。これもう後ろから見てもすごいもんね、迫力が。サーバルキャットのお耳がもうすごい感じで、いやーいいね。よいしょ、ここに置いておきましょう。いやー素晴らしい、もうこれは言うことなしです。さあ、というわけで今回は、モリースチームパンクバイクアニマルシリーズ、ちょっと順番合ってたかな、今回は、モリースチームパンクアニマルバイクシリーズ、2ピース購入させていただきました。まあ、僕ね、ラインナップの中で個人的にちょっとね、シルクハットみたいな被った子とか、ラビットですね、ラビットボーイとかラビットガールとかもちょっと欲しいなって思ったりとか、あとはね、バイクのデザインがどれも全然違って面白いので、これはね、これ来月の仕事頑張り次第では追加購入大いに考えられます。そしてサムネイルどうしようかめっちゃ悩みます。これサムネイルにしたいけどね、一応開封動画だからね、思いっきりネタバレになるんですけど、どっちかをサムネイルに選ばせていただこうかと思います。本当にこのもうビジュアルが最高なんで、素晴らしい開封でございました。いやー、これはちょっと3月ね、2月もね、結構いろいろインスティンクトイとかものすごい数の新商品が販売されていて、開封させていただいたんですけど、3月ちょっとこれかなり上位に、もう下手したら3月のトップ商品かもしれないです。しかしディムー君の新作が噂されているので、まだ3月どうなるかわからないので、引き続きポップマート Vlog ご視聴いただけると嬉しいです。まあ、バーナードね、自分で買ったりして、ね、いろいろレビューしたりしてるチャンネルなので、可愛いもの好きな人はまた遊びに来てください。ポップマートの Vlog も日々アップしてるので、遡って見ていただけると嬉しいです。というわけで今回はモリースチームパンク、こちらの商品の開封でございました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。